真撮った？セルフィーフォトカード。11月23日に幕張で写メ会と一緒に行われるセルフィーフォトカードお渡し会ってあるでしょ？そうでした。え、でも私、正直セルフィーフォトカードってよくわかんないんですけど。もうじゃあちょっと実物はないんだけど、カリン のソロコンサートのグッズに近しいものがあるから、はい、ちょっとこれちょっと参考にして。いいんですか？そう。かわいい、ね、持ち運びにもぴったりのサイズでメンバーの写真が見れるってことですね。そうなの。ちょっとじゃあもう少し詳しくお伝えしたいと思います、ご参加される方もぜひ。セルフィーフォトカードお渡し会は個別写メ会の撮影終了後にセルフィーフォトカードを2枚お渡しさせていただきます。え、2枚も？そう、写メを撮ったメンバーのカードは1枚必ずもらえて、もう1枚はランダムとなります。なるほど。そう、だからケイトもちゃんとこのフォトカード用に写真撮ってるね。わかりました。どんな写真撮ろうかな。どうしようかな。あ、インスタ見つけた。あれ見てください。噂によると、このセルフィーフォトカード、レアカードもあるらしいですよ。ご参加お待ちしてます。はい、チーズ。もっと笑って。